Welcome back to 実話怪談新耳袋。怖くないの？怖いんでしょ？なかったじゃんこれ。もう不意打ち来るな。ではね、本日もねプレイしていきたいと思います。Okay, let's do this. 勇気を持っていきましょう。新規怪談を聞く。あなたにいくつかの質問をします。よろしいですか？はい。あなたの見る夢はカラーですか？これはまた一緒ですね。カラーですね。あなたはまた一緒ですね。僕は葬式ですね。以前も、葬式って言いましたね。まあ、やっぱりね、お別れですから。なるほど、わかりました。ところで最近体調はどうですか？よろしかったら、いい病院をご紹介しますよ。ここからね、黙っていきます。第三診察室。郊外に元病院だった建物がある。もう10年以上も前のこと、当時高校生の M さんはここに友達数人と探検のつもりで入り込んだことがある。その時の話だ。入ったのは夕方だった。退院になってからまだ間がなかったせいか、思ったより中は荒れていなかった。長い廊下や階段を歩いて各部屋の戸棚を開けたりしているうちに暗くなってきた。明かりを持ってきていないので自然と帰ろうという気になって玄関に向かって歩いていると、あ、一人いない。あれ、 K は？ K どこ行った？と誰かが声を上げた。そういえば K の姿がない。おい、どこ行った？反響する院内。どこにいるんだ？おーい、おーい、どこだ？どこにいるんだ？おーい。K かな。そらそうだろう。でも K だとして俺ら以外の誰と話してるんだ。誰と聞いて鳥肌が立った。とにかく声のする方に行ってみよう。恐る恐るその声に近づいてゆく。話し声がはっきり聞こえる。そういえば最近食欲ありません。いや、そんなことはないです。何してんだよ。 M さんが大声を上げて K 君に近寄った。何って、
先生に見てもらってるんだよ。と、K 君は怒って答える。お前大丈夫か？と、頬を二三発ひっぱたくと、ふっと K 君が気絶する。変だ。早く連れて行こう。慌ててみんなで K 君を抱きかかえて、病院を出た。そして K 君を家まで送った。その翌日から K 君は学校へ来なくなった。家に連絡してみると熱を出して寝込んでいるらしい。それが5日も続いたので心配になって M さんたちは見舞いに行った。するとお母さんが出てきて、ああごめんね、 K は今病院に行っているのよ、という。そういえば、K 君のバイクがない。どこの病院ですか？いつもの S 病院だと思うけど、S 病院なら近い。ちょっと行ってみます。とみんなで S 病院へ行った。ところが、受付で聞いても、K 君は来ていないという。K 君の家に電話してみる。おばさん、S 病院には行ってないみたいですよ。あら、そう。おかしいわね。あんたたちが来てくれるほんの二三十分ほど前に病院行くって。保険証も持って行ったから病院には違いないと思うけど。病院？まさか、と一人が言う。みんなで例の廃院へと向かった。建物の前に一台のバイクが見えた。やっぱり K、来てるよ。中に入ると、やはり第三診察室の方から話し声が聞こえる。前に出た時に開け放したままだったはずのドアが閉まっている。少し開けて覗くと、大事を取って入院ですか？はい、そうですか。じゃあ大事を取って入院ですか？はい、そうですか。じゃあ大事を取って入院ですか？はい、そうですか。じゃあ大事を取って、おい、しっかりしろよ。再び K 君をみんなで抱えて外に出た。タクシーで K 君を連れて帰った。ご両親は気味悪がったが、その一連の話を納得してくれて、お父さんは K を当分部屋から出さないようにすると約束してくれた。それから K 君は二度と学校へ来ることはなかった。一体 K 君に何があったのか。家に連絡してみても、お母さんは K は療養中ですと繰り返すばかりだ。そしてそのまま M さんたちは卒業し、そのこともいつしか忘れてしまったという。数年前、街中で M さんは K 君と偶然会った。痩せてはいたが、紛れもない K 君だった。あれからどうしてるんだ？今も
病院に通ってるよ。そしてそのまま別れたという。大学生の王君はもうすぐ卒業だというのに就職活動がうまくいかない。面接を何社受けても受からない。そのうち今度は卒業が危うくなってきた。仮に就職が決まっても卒業できなければ意味がない。もともと悩み症の王君、なんだか人生に行き詰まった感じがしてきた。ある日、ぼんやりとアパートの窓から夕焼けを見ながらため息をついていた。別に本気で言ったわけではない。ただつい王君の口からこんな言葉が出た。ああ、もう死んでしまいたいな。すると天井から。じゃあご一緒に。女の声だった。5枚の連続写真。M さんのご主人は水中写真を撮っていた。フィルムが残り少なくなった時、悪感が走った。なんとなく自分の後ろに片腕だけがうねりながら泳いでいる、そう思った。思い切って振り返ったが、やはりただのサンゴ礁しかない。なんだと残りをすべて取り切った。
うちに帰って二人で写真を整理していた。あなたこれ何？この5枚何を撮ったの？5枚？ああそれ特に何も狙ってないから変だろ。その変じゃなくてほら、 M さんが見せた写真にご主人はぎょっとした。なんだこれ、カメラの前には何もなかったぞ。これじゃまるで潜水艦の窓越しのような写真じゃないか。指だ。物体として水中にあるというより浮き出ているという感じだ。ちゃんと爪もある。気のせいかピンクのマニキュアをした女性の指にも見える。それが主人の撮った最後の写真なんです。 M さんのご主人はこれ以後行方不明になっている。電柱の上にいるもの。その日は雨模様でぐずぐずした天気であった。遊びに来ていた友人たちを車で近くの駅まで送っていくことになって、近道をしようとガソリンスタンドの脇の道に入った時である。前方の電柱のてっぺんに白くもやもやとしたものが光って見えた。おい、変なものが見えないか？近づいてゆくと、電柱のてっぺんに白い髪を乱した老婆が雨と風に打たれてゆらゆらと揺れながら立っている。なんだあれ。彼らの車は電柱の脇を通過した。その瞬間、どうした？
そのあまりの形相に全員悲鳴を上げて車は急停止した。全員が再び車の後ろを見た時には、老婆はいなくなっていた。乗客、あるタクシーの運転手さんからこんな話を聞いた。深夜の12時を過ぎた頃、都内で一人の女性を乗せた。八王子方面へ行ってください。30歳前後、色白の髪の長い細身の女。話しかけてもずっとうつむいたまま何も言わない。そのうち八王子市内に入った。お客さん、八王子に入りましたよ。ここからどう行くんです？すると女の口からつぶやくような言葉が出た。その先の道を右へ。ハンドルを右に切る。そこをもう一度右へ。言われるままハンドルを切る。そのうち山道に入った。あたりに明かりはなく、月もない夜。重い闇がタクシーを包み込んだ。お客さん、本当にこの道で？この先家があるとも思えない。道も悪くなる。タイヤが砂利を踏む音だけがする。20分は走ったろうか。運転手さん、ここで。ブレーキを踏んで停車した。漆黒の闇と静寂。本当にここでいいんですか？と後部座席を見た。運転手さん、運転手さん、運転手さん。車の外から声がする。運転手さん。辺りをよく見回すと、フロントガラスの向こうにヘッドライトに照らされた一本の木が目に留まった。そこに何かがある。目を凝らす。あれ？足が浮いている。
ありがとうございます。その後三日三晩寝込んだ。見えた人、見えなかった人。友人のお母さんがこんな体験をしたという。勤め先からの帰り、いつものように乗る電車。その最後尾の車両に彼女が乗っていた。電車がトンネルに入った時のことだ。衝撃音がした。彼女は反射的にその方向を見た。これを見ているのは私だけかしらと思って周りを見ると、一部の乗客が怖がって騒ぎ出した。また車掌室のあたりを見て、あっと驚いて車両を変える人も出てきた。その時彼女は、これが見えているのは私だけじゃないんだと思ったという。しかしどうも車掌にはそれが見えないらしく、それが自分のすぐ背後に張り付いているのに、なんだかキョトンとしている。車掌は自分の方を見て乗客が騒いでいるのに気がつき、辺りを見回す。またさっきと同じ衝撃が電車に響いた。乗客たちはわーっと悲鳴を上げ出したが、その一方で車掌室の方向を見ながら、車掌同様キョトンとしている人も大勢いる。電車がトンネルを抜けた途端、窓に張り付いていた二体の女は跡形もなく消えたという。はい、ということで、本日はまたこの辺にしたいと思います。また気になる方はぜひ次回見に来てください。それではまた。